1968年にソ連で発行されたポスティシェフのキッテパーベル・ペトロビッチ・ポスティシェフはソビエト連邦の政治家。大粛清の犠牲者の一人、イバノボ出身。1904年にウラジーミル・レーニンが指揮するロシア社会民主労働党に入党。1923年から極東共和国で働いた。1925年から ウクライナ共産党の中央委員会初期となる。1926年から1930年にかけてウクライナ共産党政治局のメンバーとなり、人事局長を兼務した。1930年から1934年まで、ソ連共産党中央委員会初期。さらに1933年からは、ウクライナ共産党中央委員会第二初期、また、 キエフ州委員会第一書記、ハルキウ州市委員会第一書記となった。彼は、ウクライナ共産党の最大の大物となり、一族でウクライナを支配した。妻のポストローフスカヤも、ウクライナの党の重役であり、党のイデオロギー確立に大きな役割を果たした。ポスティシェフは、ヨシフ・スターリンにとても忠実であり、ホロドモールによって、ウクライナ人を大量虐殺に関与した。 その後のスターリンの大粛清においても、ウクライナ共産党の粛清を指揮した。しかし大粛清の中で彼も、スターリンから忠誠を疑われるようになった。1936年6月の中央、委員会総会で、個人攻撃を受け、1937年1月に、キエフの役職から追放され、さらに3月には、ウクライナの役職も追われた。変わって、 サマラ州委員会第一書記となるが、これは明らかに左遷であった。1937年2月から3月の総会中にはスターリン自らが彼と彼の妻、ポストローフスカヤを批判した。しかしこの後、なぜかスターリンは彼を擁護するようになり、1938年に入ってもソ連共産党中央委員会にとどめ置かれていた。 しかし1938年1月の総会で再び批判を受け、この際に NKVD に逮捕され、1939年2月26日にサマーラで銃殺に処された。1956年にニキータ・フルシチョフによるスターリン批判の一環で名誉回復した。ありがとうございます。